じゃあいよいよ後輩との出会いを経てまた未知の領域だった東京実習というところに話を進めたいと思うんですが、まあ、冒頭でもお話あったと思いますが、地域創生学部は地域に実際に行く地域実習と地域で学んだことを今度は東京に返していく東京実習っていうのが学年をまたいであるので、1年次は地域に行くけど2年次は東京で活躍するというようなカリキュラムなんですが、その東京実習もまたいろいろあったというふうに記憶していますが皆さん思わずニヤニヤしちゃうような東京実習が、来るわけなんですけど、じゃあちょっと最初はどうしましょうかね。東京実習がどんな、まあ、システムで回っていたのかみたいなところをちょっとざっくりまた星野さんにお話ししていただきたいなと思うんですけど、どうでしょう。はい、まあね、1年次の地域実習これもなく大変な思いをして、で2年次はね確か地方と東京の共生っていうのをコンセプトにして1年次ね行った実習地域を今度はじゃあ東京で PR しようじゃないかっていうテーマで、あの東京実習我々の時スタートしたかなというふうに確か覚えてます。うん、でもなんか東京実習って何やったなって、まあ、大きなあの講義を受けたりとか、あとはその講義のもとに、じゃあ自分が行った実習地域のイメージってどうですかっていうふうに巣鴨の商店街でアンケート調査を、うん、してましたね。あとは実際にその、あのうちの学部のメンバーと一緒にあの各商店街、巣鴨の商店街だけじゃなくていろんな商店街に行ったりとか、あとはあのアンテナショップ、東京にはいろんな地域のアンテナショップがあるから、それをあのみんなで視察に行ってあの話聞いたりとか、あとは自分たちでどう地域を盛り上げるかっていうのを考えて、あの地域のプロモーションビデオを自分たち学生で考えて、で自分たちで作ってみたりとか、あとはやっぱりその行った実習地域の産品を実際に学生が僕たちが現地に仕入れに行って、大学を拠点にその地域を発信するっていうので、地域フェアっていうのを各地域ごとになんか開催して、東京のお客様に実習地域を紹介したりとか、その中で生まれた B 級グルメ延岡バーガーっていうのがあったりみんな大好きそう、であとは僕らの東京実習の時は最後にあの大正大学とも連携を結んでる山形県の新庄市っていうところで毎年やられてる大きなイベント、新庄祭りっていうのをあの東京の巣鴨で開催したっていう、まあ、かなり大きなことをいっぱいやってきたなっていうのが僕らの時の東京実習だったかなっていうふうに思います。ありがとうございます。いや今まさに紹介していただいたんですけど、東京実習ってあの東京で入れてやれる分、その地域実習の時みたいに家に全く帰れないとか地域でずっと暮らすっていう部分がない反面、あの今まさに説明していただいた通りで、地域に行って自分たちが食べた美味しいものを東京の人に売るために仕入れをしたり、それから現地の人たちとも交渉もしなきゃいけないしみたいな、そういうなんていうんですか、今度今まで行ってた時はお客さんでようこそいらっしゃいだったのが、今度はちょっとお金もこう交えるようなビジネス的な、それこそ経済学的な責任さんが説明してもらったような部分が出てくる。でそしてそれだけじゃなくて、それが終わってみればまさにお話のあった通り、新庄祭りというユネスコ無形文化遺産にも登録されている大きなお祭りを山形から運んでくるという、実際に現地で使われているものと全く同じものを、これなんか YouTube なんかでも実際に再生されてたりとか投稿されてたりするようなコンテンツになってますけど、かなり東京実習は、まあ、皆さんいろいろな意味で思い入れが深いんじゃないかなというふうに思うんですが、関根さんなんかどうでしょう。ちょっとお祭りの話もあったので、ぜひそこのあたりに触れていただきたいと思うんですけど。はい、自分もそのさっき言ったこの山形の新庄祭りっていうのはユネスコの世界遺産になってるっていうので、そういうお祭りが好きなんで、このどうしてこれをやってるのかとか、そういうのにはとても興味がありました。で、この新庄祭りをやった時に、この写真のは出汁なんで、巣鴨駅までこれが大学から行っちゃった時に、大学でも何かイベントをするっていうので、例えば、大学のクラブ活動である雅楽クラブであるとか、そうだ、三味線ができる、学部なんで、その三味線ができるこのリサイタルをやったりとかっていうことの、自分はそれの、
進行表作りですか、その進行表を作る係だったんで、それがやっぱりそのイベントが好きなんで、そういうのを考えるのがとても勉強になったし、とても楽しく、その雅楽をやったりとか、その三味線を弾く子がとてもそのスムーズに舞台に上がれるようにサポートするっていうのは、自分はとても楽しかったと覚えています。そうなんですよね。ただお祭り持ってくるっていうところが花形になりがちなんですけど、今関根さんが言ってくださったみたいに、それに関わるさまざまなサポート業務っていうのが多岐にわたってあって、そこもほぼ学生がやるみたいな、もちろん大学の人と共同しながらですが、そういう難しさ大変さもありましたよね。奈良さんなんかどうですか。ここはそうですね、まあ、この新庄祭りやった津田もやった日なんですけど、すんごい雨降ってて、ああそうですねめちゃくちゃ土砂降りで、自分その日の警備みたいな担当で、うんうん、まあ、外で出て見てたんですけど、ものすごい雨で、まあ、人来ないんじゃないかなっていうすごい心配してたんですけど、思ってた以上に商店街人がいて盛り上がったなっていう印象がすごいありましたね。まあ、その日山形県の芋煮っていう、うんうんうん、その地域の何でしょう、郷土料理みたいな、郷土料理みたいなものが、うん、あったんですけど、まあ、濡れた後に食べる芋煮はすごい美味しかったです。あったかくてねそうなんですよね。これも同じような、関根さんと同じ部分ですけど、これ持ってくるのはいいんですけど、それを巣鴨駅までこう引いていくときに、電柱と高さが当たってしまうみたいな問題とかがあって、電線をこうやって棒で上に上げたりとか、そういうこともありましたもんね。ただ持ってくるだけで、そこも学生たちが警備やるのかってところだったと思います。まあ、東京実習はこんな感じで、皆さんさまざまな、ただ持ってきてやったよって言っただけじゃなくてですね、いろいろ思い出があるんだろうなっていうことはよく伝わったんじゃないかなと思います。あ、そうですね、ちょっとこの辺の今度は地域の物産を持ってきたあたりの話も新庄祭りとは離れてぜひと思うんですけど、どうですかね、この辺は星野さんなんかどんなことされたんですか。僕は南三陸町の全体統括みたいな、うんうんうん、でそのなんだ学生の動きだったりとか、お金の、まあ、管理とかっていうのを、まあ、他のメンバーが現地に行ってる間にこの調整とかを、まあ、ずっとやってたので、まあ、なんか総合監督みたいだったんだけど、いやでも大変だったけどすっごい勉強になった。確かに間違いないですね。イベントやるまでに、じゃあ残りこれぐらいの期間だから、これまでにどういう準備をして段取りを進めていくのかっていうのを作って、うん、あとはこういう企画をやりたいか、企画書を書いて地域に持ってって、いやこれってやってみたいなのがめっちゃ言われたりとか、でもなんかそういうのを繰り返していくうちに、いや企画書ってこう書いたらいいんだとか、仕入れってこれぐらいの値段で実際にこれぐらい販売したらこれぐらい利益が出るよね、うん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 、でもこういう装飾を会場にすれば地域の人が、あ、てかお客さんが地域の人を分かってくれるんだろうとかあって、みんな誰しもなんか1年時の地域がすごく好きだから、その好きがいいっていうのをどう伝えたらいいのかっていうのを必死に考えてやったっていうのがすごい勉強に、まさにうちの学部の経済学部、生きた経済をテーブルの上じゃなくて実際にやったっていうのが大きかった。なんか本当におっしゃっていただいた通りで、地域創生学部のなんか2年次なんですけど、ある意味僕の中で結構集大成感があって、そう1年生で経験した地域の商品とか地域との関係性が全部直に結果として出るのが2年次の東京実習っていうか、どれだけ地域の人と信頼関係があって、どれだけ、まあ、お互いに、共感、思いを共感しているのかとか、そういう結果がかなりポンと出たところだったんじゃないかなっていう印象がありますね、東京実習は特に。で、勉強になったっていうところもまさに本当にそうで、経済学的に仕入れから、まあ、発送の送料とかまで考えたりとか、そういう意味でのこう勉強っていうのは本当にここでうちの学部の皆さんは経験していく部分になるんじゃないかなと思うので、ぜひ2年次の東京実習も皆さん楽しみにしていただければいいなというふうに思っております。そしてまあ、またそうしてですね、今度2年生がここまで東京実習というところで、行ったわけなんですが、まあ、また続いて3年次に今度は駒を進めていきたいと思うんですけど、3年次はですね、最後の地域実習というところです。
ですね、地域創生学部は、1年次に地域に行って、2年次にその結果を東京でこのような形でイベントという形で返していく。そして3年次っていうのはもう一度地域の方に出ていってですね、最初に地域に行って学んだこと、そしてそれが東京でどういうふうに、ターゲットのお客様に対して捉えられるのかだったりとか、どんなレスポンスがあるのかっていうデータを今度はそれを地域に返すっていうような流れで学部が進んで今までは行ったんですけど、でその3年次、僕らの代での3年次の地域実習っていうのは、どちらかというと今まで1年次とは違って個人で自分の専門分野を深めていくような内容になっていたんじゃないかなというふうになるので、また個性豊かなお話が聞けるんじゃないかなと思っております。では3年次の地域実習に進んでいきたいと思います。どうでしょう、3年次の地域実習はまた、そうですね、ちょうど南三陸の写真なので星野さんの方にお話を振りたいと思います。どうでしょう。はい、僕は1年次に南三陸町に行って、まあ、3年次も同じ地域に行ったっていう意味で、他の学生だと1年次と 3年次で違う地域にで行った学生も、まあ、何人かはいて、まあ、なんか逆に言うと1年次で見た地域と3年次で見た地域っていうのが逆になんか比較できて、すごくなんか面白い発想とか意見をなんか出してる学生、それから同期も多くて、その時は、まあ、僕はもう一回同じ地域に帰ってすごく楽しかったけど、でもやっぱりなんか大変だったなっていう印象があるかなっていうふうに、あの学生と一緒にこういうふうに、あの9月10月にね実習に行ったら、ちょうど稲刈りの人が立ち、そうですね、かぶって地域の人と稲刈りやらせてもらったりとか、やっぱして、まあ、すごい楽しいなっていう面もあったけど、一つは自分で今度は何をやるかを考えていて、そこがやっぱり1年生の時とは違ってさ、見てる時はちょっとなんか敷かれたレールの上をじゃないけど、そうですね、ちゃんと地域を学んでいって、3年次は知ったからこそ自分たちがどうしていくのかっていうところで、なんか例えば右の写真みたいに、これ南三陸町の移住支援センターなんだけど、実際特に行かせていただいて、今の三陸町の移住の現状を聞いて、じゃあ移住者のためにはどうしたらいいのかっていう提案を自分たちが考えて、あのじゃあ地域でやっぱイベントがあった方が盛り上がるんじゃないかっていうことで、左の写真みたいに、なんかもう、なんだろうな、休耕田になってる田んぼで、なんかサインディスクを投げ合って遊ぶっていう、なんか銭湯バチ当たりみたいな。で、昔の人が知ったら、この田んぼ何をやってるんだって怒られるんじゃないかみたいな。なんかね、そういうイベントをやっぱやったりして、楽しかったことやったでも、自分で考えて結果を出さなきゃいけないっていう大変さはあったかなっていうふうに。そこが多分1年次と3年次両方地域行くけど何が違うんだろうって思われる方もいると思うんですけど、やっぱそういう責任感とか、地域の方に対して学ぶだけじゃなくて結果を返していくっていうような、そういうところの難しさが1年次と3年次の違いなんじゃないかなっていうふうに星野さんの話を聞いてると感じますね。じゃあ逆に星野さんはどっちかっていうと1年次も3年次も同じ南三陸町という地域を訪ねていたと思うんですが、今度はちょっと地域が変わった奈良さんからお話聞きたいんですけど、ちょっとまたお話いただいてもいいですか。はい、まあ自分は1年生の時に新潟県佐渡島っていう島に実習に行ったんですけど、3年次は先のお話とあったように、違って静岡県の藤枝市っていうところに実習に行ってきました。でまあ、星野さんも言った通り、3年生の実習ってもう自分で全部やることから、スケジュールから全部決めなきゃいけないんですけど、じゃ何をしようかなって思ってたら、まあ、自分の実家がお豆腐屋さんで、まあ、ちょっと経営が難しくなってるって話を聞いてて、で調べてみたら、なんかもう本当に地域の豆腐屋さんっていうのがもう 70% くらいなくなっているっていう現状を知ったので、なんかその地域の豆腐屋さんに根ざした、ね、何かをしたいなっていうふうに思って、まあその地域にあるカフェ、まあ実際に行ったところが低糖質、なんか本当に糖尿病の人でも食べれるスイーツを作っているカフェロッコさんっていうんですけど、その方、ちょっと写真があると思うんですけど、もう一個先かな、あ、まあそこに俺が話せるような写真、まあ、いいよ、話して。で、それで、そこの、まあ、地域の
あれですね、その六個さんっていうところにお話しに行って、でまあその地元に根ざしたお豆腐屋さんもあったので、そのお豆腐屋さんとそのカフェの方をつなげて、まあ低糖質のチーズ、あのおからを使ったチーズタルトっていうものを商品開発をして、で実際にイベントもして、まあ、売れるのかなとか需要があるのかなっていうふうに思ったので、実際にイベントをしまして、まあ、実際にこの商品ですねを作ってイベントをして、まあ当日60個くらい用意してたんですけど、本当にそうですね、このようにイベントをして、うんうん、2時間くらいで本当に全部売れてしまって、うん、で、その地域の豆腐屋さんのお豆腐も売ろうっていうことで売ったんですけど、お豆腐に関してはもう1時間経たないくらいで全部なくなってしまって、うん、急遽、まあ、在庫を調達して、で、まあ、最終的にチーズタルトが80個くらいと、お豆腐に関してはもう100個以上売れたっていう状況になりました。なんか1年時のとかなり大きく違うなっていうのは、奈良さんなんかは自分の実家の経験と、今度は地域実習1年時で経験した地域の現状なんかの知識っていうのをまた新しい地域に持っていって、今度はそこで実際に企画からまた地元の企業を巻き込んで、さらに自分で考えた商品を実際に商品化するところまでやって販売するっていうところまでを3年時の40日間という短い期間の中で達成されてるっていうのが、もうものすごい1年時と3年時の進化の具合が出ているような街になってると思いますね。なんかこれなんかあれですね、確か新聞とかにも載るぐらいの結構反響があったんでね、新聞に載せていただいて、静岡県の新聞なんですけど、載せていただいて、でまあすごい反響があったみたいで、なんかもうそうやってですよね、結果が直に新聞というメディアで出るっていうのは分かりやすい成果になりますもんね、それはね。地域が変わったとしても、まあ、一環として、まあ、学びを深めて、それをどこの場所でやるのかっていうところだけが変わっていくっていうふうなことになるのかなというふうには感じますね。それではちょっとまたお待たせしてますが、トップバッターというかラストか関根さんにお話しいただきたいと思います。どうでした？はい、冒頭から自分はやはり祭りに興味があるっていうことを言ってて、で1年の時に佐渡の祭りに行って、じゃあ自分はやっぱり歴史とか その、そこに住んでる人たちがどういう年中行事、例えば1月の1日から12月の31日まで何をやったのか、正月に何をやって大晦日に何をするのかっていうのを聞いて、じゃあここの地域にはこういう文化があるから、じゃあこういうような今までは埋もれてるけれども新しくやろうじゃないかみたいな文化があればやりたいなと思っていました。うん、でこの写真は何かっていうと、その佐渡にあるある集落のお祭りに行った時に鬼がいまして、その鬼に挨拶をしたらちょっと肩を貸してみなさいってなったらこうなったっていう話です。で自分がそのずっとその1年そもそも入る前から、昔話であるとか、今言ったそういう年中行事であるとかをまとめた本を作りたくて、秩父市の要はそのお年寄りの方にインタビューとかやってたんですけども、それと同じものを佐渡ヶ島の集落、いろんな違う地域の集落に住んでいらっしゃる、あの古老の方にお話を聞いてそれをまとめるっていう、ちょっとあの奈良さんと星野さんと違うことをやりました。しかしこれを使ってあの自分はあの卒業論文につなげてみました。そして最後ちょっとですね、卒論のお話を振っていただきましたので、3年時の最後の東京実習、地域実習というのも終わりまして、4年次最後のパートになるんですが、実際に初めて書いた卒業論文というところに話を、進めていきたいと思います。ちょっとせっかくなんでこのまま関根さんにお話を聞きたいんですけど、その前に一回星野さんの方にこんな風な卒論だよみたいなのがあると思うので、ちょっとまた画像の方を見せていただきつつお話をしたいと思います。はい、これですね、皆さんを苦しめたのか楽しかったのか分かりませんが、経験したことがない何万字という文字を書く、卒業論文だったと思いますが、星野さんどんなテーマで今画面出てますけど書かれたんでしょう？
僕もともと子育て支援っていうんで子供と関わる活動をずっと自分でしてきてて、はい、今考えるようにあの障害を持つお子さんのが余暇活動っていうその学校とか家庭ではない、まあ、あの土曜日とか日曜日とかそういう休日にやる余暇活動っていうそういった活動の場にどれぐらいの人が関わったらその余暇活動っていうのがもっと、まあ、いいものになるのかなっていうのを、まあ、研究したっていう卒業論文になります。うん、なるほど。それも結構地域創生学部入る前からご興味関心があった部分なんじゃないかなっていうふうに記憶していますが、なんかそういう意味で言うと結構関根さんも同じような感じですよね。卒業、まあ、入学する前から卒業するまでの期間ずっと一貫して興味があったことに卒業論文を焦点当てたのかなと思うんですけど、関根さんどう、はい、その先ほども言いましたその地元の連休行事を集めたものと佐渡島でそのインタビューしたもので、その佐渡島でインタビューしたもので3年の末に確か報告書が何かを書くと思うんですけども、自分はそれその報告書に肉付けをしたっていう感じなものが卒業論文にしました。その3年時の報告っていうのは佐渡、要はその地域実習でお世話になった地域のその年中行事をまとめたんですけども、その卒業論文っていうのはそれと、まあ、要は秩父市のその年中行事がどうに違うのか、またその違いがある中でもなんか共通しているところを見つけて、なんとかその地域が推定するのを止めるなんか具体案がもしその祭りの中にあるのであれば、それを活用していくのが重要なのではないかっていうような感じの卒業論文にまとめた結果、多分あれですね、うん、学部の中で一番文字数が多くなったっていうそうですね、長文でしたね。確かに。なるほど。で、一貫して興味があった分野を、地元と実習地で比較されたっていうような形でキーワードがお祭りだったのかなというふうに認識してます、はい、それで今の話で言うと関根さんは結構お祭りによって地域をこう残していくようなお話をしていましたが、奈良さんなんかはまさにその典型例みたいな形で毎年東京で出てきているけど秋田のお祭りにはちゃんと夏には帰るみたいな感じの生活を送られていたと思いますが、そんな奈良さんはどんな卒業論文を書かれたんですか？そうですね、ちょっとそんな詳しくは覚えてないんですけど覚えてない、もう遠い記憶みたいな。遠い記憶ではあるんですけど、まあ実際に書いた内容としては、はい、事業継承問題っていうものに自分は興味があって、まあ、実際に先ほどお話ししたように地域のお豆腐屋さんが 70% 以上も潰れちゃっているっていう現状を見て、継ぐ人がいないんじゃないかっていう売店を見て、まあ、それでいろいろ問題を挙げて、うん、疑問っていうのを投げかけて、で先生に協力してもらっていろんな本とか貸していただいて卒業論文を書いたっていう形ですね。なるほど、ありがとうございます。自分のご実家のお豆腐屋さんの話だったりとか実習先で見たものがまあ共通してるっていうところにキーワードを当ててくださったのかなというふうに思いますね。そして奈良さんはもう記憶にないというぐらいのまあ僕らからしても結構大変だった記憶があると思いますが、まあ大変だったところばっかりやっててもあれなので、ちょっと次の写真なんかを見ていただくと分かりやすいんですけど、まあこういうふうにですね、実際に卒業論文をみんなで書き終わった後はこう達成感のままにみんなでご飯を食べに行ったりとか、まあ後輩呼んだり地域の方とこうやって楽しく過ごすみたいなのも、まあみんなで卒業論文をまあそれぞれのパートで書くんですけど、まあ乗り越えていこうみたいなところの学部の中の良さっていうのは頭から終わりまで一貫してたんじゃないかなというふうに感じております。そんな卒業論文を経ての卒業式なんですが、なんとここで残念ながら写真がなくなるわけですよねなんで写真がなくなるのかってところを深掘りしてしまうと辛い記憶になるんですが、なんで僕らの卒業式の写真がないんでしょう。関根さん、なんでですかね。なんでですかね何か総代っていう何か卒業証書を代表してもらうっていう役だったんですけどなくなってしまったんですよね。そうですね、まあなんでかっていうと、まあこれも別に楽しい話では全くないんですが、まあ某コロナウイルスさんの影響もありまして、僕らの卒業式自体はちょっと延期という形になってしまった、中止ではなく延期なんですけどになってしまったっていう都合もあってですね、終わりが綺麗に閉まらなかったっていう、こう地域創生学部1期生らしい終わり方で卒業を迎えるというですね形で、1年生から
そして4年時までを振り返ってきたんじゃないかなというふうに思います。だいぶ1年生から4年時までこうやって振り返ると駆け足でしたが、最後に皆さんお一言ずつ、これから地域創生学部を入る、またこれから地域自治を経験されるような後輩の皆さんに一言ずついただいて終わりとしたいんですが、どうでしょう星野さん。いや、はいちゃん、いや、そんなこと言わない。はい、カットカットみたいな。そうですね、なんか地域創生学部に入って何が良かったかっていうと、まあ、あの大学の中のだけでの勉強じゃなくて、やっぱ地域に出ていくっていうこと、これ実習地域に一歩足を踏み出すと、それ以外の地域にも行ってみようっていう興味の方がすごく出たりとか、なんか逆に自分が行くだけじゃなくて、そこに後輩とか大学の他の友達とかも一緒に行くっていう、なんかアルバイトしてサークルして、ね、なんか4年間過ごすっていうんじゃなくて、本当にあの体で経験できる4年間になるんじゃないかなと思うので、まあ、ぜひなんか、ね、入って一緒になんか勉強したいなっていうふうに僕も改めて思いました。ありがとうございます。ありがとうございました星野さん。では奈良さんお願いします。そうですね、まあ、この学部の一番特徴って言っていいのが、まあ、地域実習、うん、2ヶ月くらい地域に行って勉強するっていうものなんですけど、うん、まあ楽しさ2割、苦しさ8割くらいの相手はあるんですけど、ですね、でもその分すごい身になることはたくさんありますし、まあ、仲間とも仲良くなったりとか、まあ、地域の人とももちろん仲良くなったりとか、いろんなつながりを作れたりとかしていくと思うので、うん、本当に身になる学部だと思います。ありがとうございます。ではまたしても大取りですが、関根さんよろしくお願いします。皆さん学部がいいですよ。行けませんのでそういうわけ、やはりその地域に行くっていう話をすれば、それこそもう自分がまた秩父市の中で活動してますけども、まずどこに行って何をしてたのかって聞かれた時に具体的に話しやすいっていうのが一番強いですね。おおみたいな、その1ヶ月半もその地方に行ってたのか、で今とその地方とどう違うんだとかって言われると、そういう話の導入にもとてもやりやすいですし、やはりその地域で教わったことってなれば、やはりそれも何かニュースとかに出れば気になりますし、うん、あのもっと言えば佐渡島はもともと観光地、もうそうに考えればいろんなとこに観光に、そのしかも勉強しながら行けるっていうふうに考えればとても楽しいですし、それの観点でもとても楽しい学部でした。で皆さんもその東京実習が大変だったっていうことをもう言いましたけども、うんうん、その1年時にしっかり実習をやっておけば、例えば2年次の時の先ほど言いました仕入れとかっていう部分でも何か仕入れのやり方を助けてもらったり、もしかすれば学生っていう立場なんでその仕入れをちょっとあの負けてもらったりとか、そういう学生ならではプラスその地方にお世話になってるから、その地方の人の温かさに触れて、そのまあその学生時代にそのお金を稼ぐっていうやり方を覚えておけば、社会に出てもいろいろ活躍できますし、例えばその星野さんのようにまた新しいそのステップアップして違う地域の人と仲良くなるっていうのも、もうやっぱりその地域の人と喋るっていうこともできたんで、それが一番励みになったかなと思います。自分もその要は地方で新しい人と喋るのが仕事みたいな仕事なんで、それがとても強みになったと思っています。以上です。はい、ありがとうございます。こんな形で実際に、卒業した皆さんからお一言、いただきつつ今回の話を締めたいと思います。次のコーナーではですね、お一人お一人がじゃあこの地域創生学部を卒業して、まあ、どんなところで就職しているのかみたいなお話をですね、一人数分間ずついただいて、また次のコンテンツに移っていくという流れになるかと思います。それではこの地域創生学部の4年間を振り返るというコーナーはこれにて終了としたいと思います。皆さんありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様でした。
はい、ということで地域創生の4年を振り返るというコンテンツが終わったんですが、顔ぶれが変わっていないということなんですが、今度はですね、地域創生学部を卒業した皆さんが今どんな進路でどんな活躍をされているのかということを深掘りしていきたいと思います。改めて、司会をさせていただきます。地域創生学部を卒業して今 TMAP で働いてます手元と申します。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ、早速お一人大体、まあ、1分から2分ぐらいですかね、手短にご紹介いただいて、でそのご紹介が終わった後に今度はですね、まあ、僕ら今司会してる僕だったりとか、まあ、他に卒業して大学に残る選択をした、みんながですね、どんな形の思いでここに残ったのかっていうのも合わせて紹介したいと思うので、まずは大学内ではなくて大学の外に、出ていくことを選んだ皆さんからお話を伺えればと思います。藤野さん、いかがでしょうか。はい、改めて篠光太です。よろしくお願いします。お願いします。僕は地域創生学部の1期生を卒業して、ちょっとまた地域を変えて新潟県の今長岡市というところにおります。うん、長岡の方で、長岡市にある長岡造形大学というところの大学院に進学して、かつ、長岡市の今地域おこし協力隊としても活動をしております。うん、さっき の卒業研究、まあ、卒業論文ですねを書いた、まあ、延長線というか、もうちょっとやっぱその地域に関わるにあたって自分のやりたいことを子育てについて知りたいなっていうふうに思って大学院の、まあ、進学を決意しました。うん、で、まあ、その長岡市っていう、まあ、僕も初めて来る地域でどう地域と関わったらいいのかっていうのをやっぱ考えた時に、今ある地域おこし協力隊という制度を使って地域の皆さんと一緒に活動させていただいたりとか、まあ、先々週もまあ大きなイベントをまあコロナ禍ではあるんですけどやったんですけど、そういうふうに今地域創生学部を卒業して長岡造形大学の大学院生かつ長岡市の地域おこし協力隊としても活動をしております。いや、なかなか卒業生の中でも二足のわらじっていうところで大変なんじゃないかなっていうふうに伺ってますけど、じゃあまた次は奈良さんに戻りましょう。奈良さん、今どのような形で活躍されてるんでしょうか。そうですね、まあ改めまして奈良と申します。よろしくお願いします。お願いします。自分は星野くんとは違って東京にで今仕事をしてるんですけど、まあ、職種といいますか、まあ、クラウドファンディングっていうものに携わっていて、まあ、例えば地域でカフェをやってみたいとか、こういうことに挑戦したいっていう方々の資金作りをお手伝いするみたいなお仕事をしています。まあ、その中で、まあ、自分が地域で培った経験とか、例えばイベントの広報の仕方とか、いろんな面で地域実習や大学内の勉強で役立ったものをその方々にご提案をして、うん、そのプロジェクト、クラウドファンディングを成功させるようにような今お仕事をしています。うん、地域なんかだと結構人でもないけどお金もないなんて話よくありまして、 そこを、ね、実際地域に行くのは難しいけど、まあオンライン上で資金を集めて自分の地元だったりとか、まあ縁のある地域に恩を返していくというような新しいこう先進的な取り組みですよね、どっちかっていうと。そういうような職場で働かれてるのかなと思います。ではまた取りばっかりですが、関根さんにお願いしたいと思います。はい、自分が働いてるのは商工会っていう組織で働いています。うん、で商工会っていうのはその地域にある社長さんたちが連合してお金を出して作ってる組織です。うん、でどういうことをやるのかっていうのテーマは2つあって、1つ目がその経営の相談です。うんうん、例えばその何かイベントに参加した時の参加費を例えば経費で計上するときに何で出すのかやったりとか、もしくは帳面を例えば何か仕入れたときに何か腐ってしまった場合はどのように帳面につけたらいいのかっていうような相談を受けるのが商工会です。で2つ目にやることが町おこしです。これは簡単に言うと祭りの、事務局であるとかっていうもの、それこそ、工業祭りとかっていうのがあると思います。その工業に携わってる人が例えばもっと知ってもらうために何かイベントをやるっていうようなお祭りや、なんか食のイベント、まあ、うん、秩父なんで蕎麦を使ったお祭りがあるんですけども、それの事務の運営をやったりとかっていうのは商工会っていう組織がやるお仕事です。
なるほど、地域のお財布番をしつつ町を盛り上げているような仕事に疲れてるかなと思いますね。またお祭りというキーワードは相変わらず一貫されているのかなというふうにお見受けします。こんなふうに地域創生学部を卒業して、様々な場所で活躍されている方がいて、ここにいらっしゃらない方でも、まあ、公務員目指していた方だったりとか、地域おこし協力隊だったり、今度は自分の地元に帰られた方だったりと、様々な卒業生がいらっしゃると思います。地域創生学部はですね、特定の職種に強いというよりは、様々多種多様、自分が経験した地域実施の中で深めていった分野に特化した就職先が多様にあるのかなというふうに思っておりますので、皆さんもぜひ地域創生学部に入学して、さまざまな、将来のビジョンだったりとかお仕事だったりを探していただければなと思います。